どうも、やらまいカンパニーもちもち大福です。お茶丸だに祭りだやいそう。今日は何でしょうか。今日は、ポニーのポテトを食べに行くに謎のワードだ謎の食いもんですね。さあ、ということでね、運転中だもんでね、僕は今カメラの向けないですけども、今日は、思い出の味ポニーのポテトを食べに行きたいなっていうふうに思ってるんだよ。ポニーのポテト、そう、今日天気が良くてねまあまあ、雨の日のドライブもいいじゃないまあちょっとね、雨の音してるかもしれませんけどもね、ご了承いただければと思いますけども、はい、まつりだやいそうやいそうやいそう。ポニーのポテトっていうのがね、まずお茶丸は当時小学生の時に、大好きな味で、食べてただよね。そう。でそれが俺の時は、僕が地元が芳川の方だったもんで、芳川町にあったハニー公園さんっていう、はあ、まあホームセンターというか、まあ、あっただよね、そういう場所がさ、今京林堂芳川店さんがある位置なんですけども、毎日ボールさんもあってね細かい地図はいいのよ別に。で、そのハニー公園に隣接されてる形でポニーっていうお店があっただよね。で、そこのポテトがすごく美味しくって、ハニー公園に行ったらそのポニーのポテトを買ってた食べるっていうさ、のがなんかその当時そのもう本当の少年時代に淡い思い出としてあって、お茶丸少年の心に刺さってたわけだ。刺さってたわけですよ。なんだけどね、いつの間にかなくなっちゃって、で、ハニー公園さんもなくなってしまって、ちょっとその時系列はもうちょっと思い出せないだよね、気がついたらなくなっちゃってたってことね。なくなってしまってたのよ。で、あのポニーのポテトの味っていうのが、なんか本当にね、忘れられなくって、少年時代に食べたあの味を追い求めて、いろんなお店にね食べに行ったりとかするんだけど、まあ、もちろん美味しいお店はいっぱいあるよ、ポテトの美味しいお店はね、だけどあのポニーの味はやっぱ巡り合えないだよね。やっぱあれはポニーで作られてるものなんだろうなって思ってただよね。でもそれにも巡り合えないからもう一生もう食べられないのかななんて思ってたんだけど、先日その YouTube で生配信をやった時に、まあその懐かしいもののワードをやらまいグルーのみんなと、なんか浜松こういうのあったよねみたいな話の時に、まずハニー公園さんの名前が出てきて、でそこからそのポニーのポテトありましたよねっていう、その芳川店のところにあったよねっていう話で、そっからさらにこう話がどんどん進んでって、まあ実はあると、ポニーがまだあると、まだ生きてたと。そう、あの味のポニーは浜松市内にもまだ食べられる場所があると。やらまいかクルー の方が教えてくださった浜北のポニーに行こうと思って、はい、ちなみになんですけども、はい、何ですか、そのポニーのポテト、ほうほう、まあ、どういうポテトなのそれは。あ、なるほどね、このポニーのポテトね。ポニーのポテト、まずね、もう俺も記憶はうろ覚えの部分があるんですよ、俺がだで小学生の頃に食べてたもんで、もうざっと見てももう25年以上前の話で、においては、まずはまあ、フライドポテトのような形にはなってて、丸ごとのじゃがいものタイプのフライドポテトじゃなくって、いわゆるああいうのなんてファーストフード店さんとかにあるようなタイプの、ちょっと細身のタイプのポテト、マックとかにあるような、マクドナルドさんとかで食べられるような、タイプの形状のポテト、なんだけど、中がもうポテトのそのじゃがいもの感じがギュッと詰まってるというか、ホクホクしてる感じでしょ。そう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 。でなんかこう、食べたその食感とかも、普段食べるようなお店のポテトよりはしっ
っかりとこのポテトを感じ取れるというか、芋感あるじゃん。そうなの、ファーストフード系のポテトみたいな感じとか、なんとなく合ってるか表現が合ってるか分かんないけど、ちょっと歯応えがあるというか、うん、あの噛み心地があるんだよね。なんか俺の中にあったんだよ。なんかそう食べた時だから、なんか三日月型のあの皮ついてるようなポテトとかとはまた違うことだよね。大福、はい、多分もう近くまで来てると思う。ほう、ここら辺にあるんですか。ナビ上で行くとね、ほう、あれかな、あれだね、多分ホデラっていうスーパーがある。うん、あ、ソフトクリームえ、ソフトクリームのなんか立ってる。なんでこんな RPG みたいなことしなきゃいけないあ、これそうじゃない、多分中にあるかな、あるかな、中にあるかな。噂だとここにあるってことね。そうそうそう、うん、あるありました。子供が乗ってますよし、ちょっとじゃあ行ってみよう。はい、行ってきます。これですよ。うわ、これ、うーん、これなんで、なんでこの味なんですかね、このしっとりしてて、はい、ホクホクで最高ですよ。これ、うわ、揚げたて、熱っ、いただきます。おい、うまっおいしい。いや、そうよ、めっちゃうまいんだよ。あ、塩効いてますね、これ。芋の感じが強いですね。おいしい。外がサクサクで、なんかホクホクで、うん、ほうほう、少年時代思い出す。もう顔が少年時代に戻りすぎてるこれは確かに子供の頃に食べたら刺さるわ。そうだな、うん、これが食べたくてさ、ハニー公園連れてって当時言ってたんですよね。よかったね、思い出の味、うん、感動だに。どうだった大福、うまかったどうめうまかったねいや、感動だに。言ってる意味分かったし、分かったら、なんかちょっとチキン風味というか、うん、なんか塩味だけなんだけど、塩味だけじゃないというか、うん、旨味もあって、本当にどううまい。おばちゃんも言ってたけどさ、うん、あのやっぱ5、6年前ぐらいにハニー公園がなくなってるもんで、うん、まあ、そのタイミングじゃないとかって言ってたもんでさ、うん、やっぱ俺の記憶もあのあながち間違ってはなくて、うんうんうん、だから本当に25年ぶりぐらいの味でしたよ、うん、また絶対に来ようと思う、はい、ね、大福ともまた、そうですね、行きますんで、いろんなメニューあったんでね、次は全メニュー制覇していきたいと思います。本当にたくさんのメニューあったもんで、はい、で気になった方はぜひね、あのチェックしていただければ、ね、はい、あの浜北の方でやってますので、ね、はい、こちらにあるみたいなんでね、はい、食べたいなと思った人はぜひ検索してみてください、うん、いやもう最高、どううまい僕らもね、また来るかもしれないんで ね、遭遇する可能性もありますんでね、いい夢見れますよ。はい、ということで、この動画良ければ、はい、高評価、チャンネル登録お願いします。ヘラマイカ。高評価とチャンネル登録よろしく頼むに。やらまいか。次の動画も見てね。